約20年あの交流戦が始まってからなりますけどそのじゃあ20年前って考えたらやっぱりそのパ・リーグが全国的に何かメディアの中心になったりとかっていうまだ時期じゃなかったですよねあの20年前ぐらいからちょっとずつ今ぐらいまでのパ・リーグの熱が起きてきたと思うんですよ。ってなった時にこの交流戦当時36試合でしたけどもこの2ヶ月間が1年で一番目立てる可能性があるっていうモチベーションがあったわけですよ。 ロッテの中ではねで特にジャイアンツ戦は一番、ね、地上波でも放送されて、ね、あの新聞市場でもトップ項目で使われる可能性があるっていうジャイアンツ戦のモチベーションはめちゃくちゃゃく高かったですよね合言葉が東京ドームマリーンでもそうですけどジャイアンツ戦は頑張るのは7時からっていう7時まではハイライトやぞとで時計見て「よし7時になったとここから全員本気や」っつって「こっから目立ったら全国放送や」って言ってやってたモチベーションがある。 そのおかげであの2005年からジャイアンツ戦結構何年2年間にまたがって何連勝もしましたよねだからそのモチベーションは結果には生きたかなと思いますけどねだからそういったところでしかも当時賞金5000万だったんで、まあ、2500万ずつ球団と選手に分けてだから浦和さんとかにも報奨金いっぱいあったんで、まあ、チーム全体が良かったんじゃないのかなとでしかもボビーの方針であのまあ普通だったらねその交流戦に出場した選手だけで 分配する可能性も重要もありますけども出てない選手もチームの底上げに貢献してるっていうところで1軍に呼ばれてない2軍の選手も全員分配されたんですよまあもちろん同一金額じゃないですけどそういったところではそのボビーの,その試合出てる出てない関係なくチーム全員で底上げして勝ったっていう勝者のメンタリティを共有するっていうところの成果報酬はまたそのチームが一丸となる一つの要素だったんじゃないのかなっていうねその 買ったやつだけがもらうんじゃなくてねそこら辺は良かったんじゃないのかなと思いますけどね一つの要因としてはやっぱコロナ禍だって外出禁止になってやっぱ中須とすすき野に出歩けなかったところがやっぱりセ・リーグの大きなあの疲れなさが出たんじゃないのかなと思いますけどねやっぱりそのいやこれはでもねみんな笑う人いると思うんですよ笑う人いるんですけどまあそれがね、まあ、冗談半分ですけども結果的にじゃあその社会の人たちも出張で札幌行った出張で 福岡行ったっって言った時に「中洲とすすきの行かないんですか?」って話じゃないですかでパ・リーグの選手だとそれはすすも中洲も札幌も福岡も1年間何回も遠征あるんでそんな別に常に目新しいわけでもないですよね何年も行くからでもセ・リーグの選手っていうのは年に1回しかないわけじゃないですかしかも今はそのホームアンドビジターが1年各年で行われるんで2年に1回しか行かないわけじゃないですかそれは出かけますよねそれはサリーマンの人たちと一緒なんですよでそれが あの強制的に出かけられなかったっていうところの,あの疲れがないのは、まあ、冗談半分ですけど半分はあるんじゃないのかなって思いますけどね。だからマリーズでいうと、まあ、やっぱりその今の戦いでいうと週末に表ローテを持ってきてるんですよねだから佐々木朗希もローテーションを変えて金曜日になってきましたし大嬢、まあ、は開幕投手だったんで金土の位置に合わせてますけどもだからシーズン前から今2位のファイターズファイターズそして最後ホークス。 に心2人を当ててでで目の交流戦阪神なんですよ、ね、だから要は今パ・リーグもセ・リーグも上位に表ローテが当たるようにローテーションを編成してまでもこう持ってきたわけじゃないですか。ってなってくるとそこは勝ち切らなきゃいけないですよね。うん、でこのの交流戦前その ロッテがバタバタしてるのもその表ローテにしたのに週末ちょっとバタつくところがもう一つエンジンジがかかりきらないところだと思うんですよねだからしっかりこの表ローテの週末の金土・日をまあ3週間ありますけれどもしっかり勝ち切って最低勝ち越しでいければいい形の交流戦を送れると思いますけれどもこの週末がバタついたら下手したらただでさえ今パ・リーグが。 ホークスがちょっと1つ飛び抜けて2位以下がセ・リーグの1位から6位より引き離されてるっていう状況の中ではこうバタバタしてるとホークスがねやっぱ交流戦12球団でやっぱ一番結果も残して強いわけですからそこが飛び抜けちゃうと交流戦終わった時にはお,いお,いおいもうクライマックスシリーズ争いにシフトチェンジがみたいな感じになるんでロッテとしてはこの週末をしっかり戦って最低すべての週に勝ち越しまあうまくいけば3連勝っていう形で持っていく交流戦が遅れるかどうかはポイントになると思いますよね。 最近ね、でも結局は年長者が頑張ってるだけなんですよ。岡もそうだし、角中もそうだし、荻野もそうだし、ポランコ、相当っていう、その年長者が、 今チームを引っ張っっ張てるんで、もっと若い選手たち、まあ、ここに来て高部がねやっとけがから故障で上がってきたりしてでもその裏では山口が2軍で再挑戦になったりとかっていうところもありますけどもっと若い選手たちがどこまで底上げできるかで年配者に引っ張ってもらうっていうよりも若い選手が引っ張りながら年配者がフォローするっていう形を作れるかが今のマリーンズの大きな課題だと思うんで。あんまりその… 年配者っっっかりに頼り切って、ね、てないと,とかって言ってる場合じゃないんですよ。若い奴らがどこまで押し上げるかが総力を上げるためには必要になってくるんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、ピッチャーどころはそこそこやっぱりその今その現状ここまで戦ってきてじゃあマリーンズが状態いい A クラスにいるけども状態いい感じかって言われると決してそうじゃないと思うんですよ。なんだかんだ言いながら A クラスいるねっていう感じなんでそういったところはやっぱ投手陣が踏ん張ってるっていうところもあると思うんですよね特に先発がね。 だからそこを試合作ってる間にしっかり打線がフォローしてロースコアの展開でも勝ち切れるかどうかっていうところがポイントですしまあ1回、増田が抹消されましたけど今ちょっと後ろ目もね調子のいい選手投げていくっていう感じでまあもちろん増田が最後にいますけども鈴木が最後にったりとかもするところもあるんでもうちょっと後ろがねカチッとはまってくればその勝ちをそのまま逃げ切れるっていうところもあるんでまだふわふわしてる状況なんででもこれがパチッとはまればねいい感じの形作れるんでねまあそこをしっかり若手で締めれるかがね ポイントだと思いますけけどど、ね、キーン全員だけど、ねそもそもまあでもし結局は外ポランコやと思うんですよここの長距離砲が打つかどうか今のもうマリーンズの日本人選手で一番足りないのはやっぱ長距離砲じゃないですか確かに岡が打ってるっていうところはありますけどもこの外ポランコに頼らなきゃいけないところもあるしでまああのこのねパ・リーグ交流戦になればセ・リーグ主催試合では DH がなくなるんですけどまあ今年で言えば。 マリンズ別に DH がなくなってもポランコとソトもな守れますしそんなにデメリットないと思うんですよマリーンズ的には。だからそういったところはプラスとして捉える要素はありますけれどもソト、まあ、ポランコの打撃っていうところがしっかり戦えるかどうか、まあ、ポランコもソトもねもともとセ・リーグにいたんでそういったところのアジャストっていうのはそこまで心配しなくてもいいんでそこがフォローできればピッチャーは黙っててもそんな試合をぶっ壊すっていうのが毎試合行われることもないと思うんで勝ちは自然についてくると思いますけどね。 そこら辺の若手の押し上げは必須かなっていうところありますよね。この、だから、この、まあ、山口にしても安田にしても、じゃ、藤原にしても、ね。その若い選手たち、もちろんいいものは持ってるんですよ。でも、単発でしか答えてないんですよ。では、単発でいいところを見せる、あ、いい選手だなと思うけど、それがアベレージとして残らない。続けれないんですよね。だから、いいものは持ってるんですけど、出せる時出せるけど、出せない時が長いんで。これをコンスタンスに出せるようになることが、彼らの今求められている。 ところの数字だと思いますけどね。いやそれは一番の要因はなぜ打ててないかを自覚してますかっていうも自覚してるんであればそれをどこまで補えるかじゃないですかね常に自分さえパーフェクトだったらじゃなくて相手もいるわけですからじゃあ配球読んでいけばとか 相手の癖見抜けけばとかねいいろいろアジャストの仕方があるわけですよ自分本位に自分さえ完璧だったらね遅い球も速い球も高めも低めも外も内も全部打てますよっていう高橋慎吾さんような状態だったらねそれは自分がパーフェクトだったらいいと思いますけどもその自分がパーフェクトであったらっていうところの能ルしが届かないのに内向きだってもそれって、ね、一方通行だと自分の調子のいい時しか結果出ないなるんで相手のマインドとか。 相手のスキルだったりとか傾向とかもあの考えながら頭を使って確率を上げるっていうところも取り組む必要があるんで、まあ、なぜ結果が出ないのかは、まあ、考えるべきことはまだまだたくさんあると思いますけどね、うん、最低限はーークスに5ゲーム以内ででるかかどうかですね。ここが一番のポイントじゃないですか今5ゲーム差以上は開いてますけど交流戦で5ゲーム差以内に、まあ、これはまあ他のパ・リーグのチームもそうですけども 五ゲーム以内に入れるかどうかがちょっとポイントになると思いますね。開いたら八月優勝もありありえるんで、ホークスがもうパリーグ面白くしないでくださいよっていうね、あの頑張ってくださいよっていう。まあロッテっていうかまあ他の五球団、あとはセリーグのチームですね。一番はやっぱりね、パリーグのチームじゃないんですよ。セリーグのチームにかかってるんですよ。パリーグの選手たちはもうホークスと戦,戦わないわけで、今の現状でいうとロッテが十八連勝してもソウトバンクも十八連勝したら。 いいわわば5ゲーム差に縮めれないわけですか。だからセ・リーグのチームがストップ・ザ・ホークスをできるかどうかがポイントなんででもそれが起きるのがこの,あの交流戦は下手したら10ゲームを引き離せる代わりに10ゲームをひっくり返せる可能性あるんでこれが交流戦の面白さでもあるんで、まあ、これでホークスが勝ちきったあれですけども、まあ、そこをね勝ち切らせないようにセ・リーグに頑張ってもらってそこを取りこぼさないようにマリンズを含めた5球団がどこまで縮めれるかが勝負だと思うんですね。交流戦 18試合しかないけどもされど18試合ですこの18試合ノルマは12勝6敗ですいわば全カード勝ち越しですこれが最低ノルマこれさえできれば首位フォークスについていき一気に逆転も可能性あると思うんでこれはできればじゃないですマストですぜひ